皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは体の開きを修正して、ヘッドの走りをしっかりと体感するといった練習法をご紹介していきます。まず通常通りこのように目標方向に構えて、フェース面もしっかりと目標方向に構えてセットをしていきます。この状態からこのフェース面の向きというのは目標方向にセットしたまま、肩のライン、足のライン、腰のライン、すべて右に向いて構えていきます。このような形です。この向きでしっかりと構えていただいて、このようにセットをして、ここでバックスイングを作ってダウンスイングをしていきます。このようにすることで左側にしっかりと壁が作られるので、開きが抑えられて、ここからヘッドが走ってくる感覚というのが養われます。ここで気をつけていただきたいのは、グリップを力を握りすぎずにしっかりとリラックスをするということを頭に入れておいてください。もう一度やってみます。このようにアドレスでまっすぐフェース面を構えて、目標ターゲットに構えていきます。そしたら体全部を右に向ける。30度程度で結構です。このような形で構えていただいて、あとはバックスイングしてバックダウンスイングをしていく。この時に左足が割れないように、流れないように気をつけていきます。この左で壁を作っていますので、このように作ったらしっかりと左足の向きをキープして練習をしていきます。このようにすることでインパクト後からヘッドがしっかりと走ってきて、ボールが捕まる感覚が養われます。どうしてもスライスをしてしまう人の打ち方というのは、このようにしてこのようになってしまう。体が開いてしまって、ヘッドが遅れすぎて、フェースが開いて、ボールが滑ってしまう打ち方になってしまいますので、今回は構えて、まっすぐ構えたら右に30度を向いていただき、このままセットして、ここから左膝を動かさないように意識をして、ターンをしていくというのを意識して練習をしてみてください。このようにすることでヘッドがしっかりと伸ばされていく、ヘッドがフォローで走っていく感覚が身についてきます。これをもとに通常のスイングでも同じような感覚でスイングをしてみてください。まっすぐのボールが打てるようになると思います。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。